Produced by Live to Design。鬼滅の刃、煉獄、杏寿郎の和伽藍の作り方を説明します。この和伽藍の特徴である炎は、ペンツールを駆使して作成していきます。それでは始めていきましょう。矩形ツールでコントロールを押しながら正方形を描きます。選択ツールにして、オレンジに色をつけます。ペンツールにして画面の通りに設定してください。クリエイト、B スプラインパス。成形は円に切り替えます。それでは、ペンツールでくねくねした線を描いていきます。太さを調整する場合は、ノードツールにして、出てきた丸をドラッグしてください。動画では少し細くしすぎているので、参考画像と同じくらいの太さになるよう調整してください。炎を描くコツは、下に行くにつれてまっすぐになるようにすることです。下はあまりうねらせないでください。全部で7本描いていきます。描き終えたら、選択ツールにして、バランス良くなるよう配置していきます。それぞれ適度な間隔を空けるようにしてください。全部囲って、パス、ストロークをパスに変換します。少し上へ移動させます。次に、ノードツールにして、炎に見えるように先端を尖らせていきます。ベジエ曲線ハンドルを、表示を有効にしてください。オブジェクトを選択すると、ノードが出てくるので、てっぺんの下にある2つのノードを囲って消します。先端のノードを傾けたり引っ張ったりしながら尖らせてください。残りも同じ流れで進めていきます。一通りできたら、オブジェクトの間を埋めていきます。ペンツールにして、成形を何に切り替えてください。パスにスナップ、スムーズノードをスナップを有効にします。スナップさせながら、自然な流れになるように曲線を描いていきます。エンターで書き切ってください。
間違えてしまった時は、元へ戻すボタンを押せば大丈夫です。炎と曲線が一体になるよう、木の幹をイメージして描くことがコツです。一通り終えたら、選択ツールにして、曲線だけを選択します。パス、ストロークをパスに変換します。炎も囲って、パス、統合をクリックします。全部囲って、パス、分割をクリックします。下半分を囲って、パス、統合します。仕上げに色をつけていきます。炎の色は、カラーバーにある濃い赤を選びます。フィルを開いて、少し明るくします。背景は薄めのオレンジを選びます。フィルで色味を調整します。線形グラデーションにします。グラデーションの編集にして、濃度の位置を変えます。選択ツールにします。全部囲ってグループ化します。これで煉獄、京次郎の和柄が完成しました。ご視聴ありがとうございました。もし高評価とチャンネル登録ボタンを押してもらえたら、心から嬉しく思います。それでは、またの機会に。